こんにちは、山の草尾です。今回は津軽半島の琉金華を中心に紹介します。琉金華の中でも北海道と本州東北部に咲く琉金華は江戸の琉金華と分ける説もあるようです。津軽半島では水芭蕉はあちこちでたくさん見られますが、琉金華が見られる場所はそれほど多くありません。開花時期も微妙にずれていて、水芭蕉の花が散り始める頃に琉金華が咲き始めるようです。琉金華の自生地は中泊町の大沢内と福岡地区です。山道が入り組んで分かりにくいのと足元が悪くて危険なので、詳しい場所は控えさせていただきます。他に見られた花も紹介します。花の色には変化があって、ほぼ真っ白に見えるものもあれば、いくらか色がかっているものも見られます。今日の色は真っ白ではなくて紫がかっています。
津軽半島にはこのナガハシスミレが多く、尻尾をピンと上げて可愛い姿を見せています。最後にもう一度龍金花をご覧ください。水芭蕉のきれいな花は津軽半島の4の方で詳しく紹介していますので、そちらをご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございます。それではまたお会いしましょう。